第3回モンスターストライクを超えるアプリを探せー、よいしょー、来ました。この皆さんの大好きなタイム、時間ですね。ですね、こちらのコーナーはですね、私がね、独断と偏見により、まあね、あんまり世に知れ渡っていないアプリを探し出して、それがね、実際にモンスターストライクと比べて、まあどれぐらい面白いのかというところをね、判断していくって、そういうコーナーなんですけれどもね。まあもう今回第3回ということで、もう大人気企画、100万再生当たり前みたいな、そういうコーナーなんですけども、まあ今回ね、ちょっとやっぱりね、もう見た目から入る。見た目が面白そうじゃないと、やっぱりね、中身やってもあんまりっていうのが、やっぱりこのアプリ業界っていうのは当たり前になってて、まあやっぱタイトルですよね。タイトルがすごい大事。はい、ですので今回皆さんに紹介したいのは、こちらひげ抜きですね。ひげ抜きということで、ちょっとだけ練習したんで、1回だけ練習したんですけども、まあとりあえずひげを抜いていくというゲームですね。まあ、遊び方見ていきましょう。ひげをタッチします。で、ひげが生えてる方向にひげ引っ張ります。ヒゲが伸びたら、さらに引っ張ると抜けますと。すべてのヒゲをできるだけ短い時間で抜いてください。ヒゲが生えてる方向と異なる方向に引っ張ると、ペナルティ時間加算されてしまいますと。ちょっと荒れちゃうってことで。まあ、ね、わかりますね。はい。で、世界一のタイムを目指して、ヒゲをスポスポ抜きましょう。上達すれば、いろいろなヒゲで遊べるようになりますということで、スタートしていきましょう。2、1、ゴーシュー。うまいね。あ、ヒゲ抜き達人か。あれ、俺ストライクショット、まあ、引っ張りハンティングみたいな、あ、引っ張りハンティングみたいなもんだからさ、早え。いきます。世界ランキング見てみようか。世界ランキング、あー、なるほどね。4秒、早いぞ、さすがに。ヒゲ選択できんだ。ランキング1位、なるほどね。50秒以内のタイムで見よう。え？いくよ、まあ、とりあえず。これ、超頑張るわ。引っ張ってんだって。はい、OK、丸。うわ、たった24秒、長えな。もう一回言います。3、2、1。新しいヒゲできる。ヒゲを選択。何このヒゲ？ちょっと待って。汚ねえな。汚ねえな、なんか。あ、汚ねえ、このヒゲ。なんで縮れてんのこんなに。うわ、汚ねえ、なんかリアル。おい！このヒゲ。はい、ということでね、今回皆さんに紹介したのは、ヒゲ抜きというね、素晴らしいゲームでございますね。はい。で、こちらのゲームなんですけども、点数をつけていきたいと思います。今回のアプリ、ヒゲ抜き、100点満点中、2点でございます。おめでとうございます。見事ランクインですね。第3位でございますね。はい、ということでね、今回でね、第3回迎えたこちらのコーナーなんですけれども、第4回の方もね、やっていきたいと思いますので、こうご期待いただけますよ。日本語おかしい。こうご期待！バイバーイ！